泣くな原ちゃん、本当に漫画の人なんだ。なんと忽那詩織演じる悪魔さんこと紺野清美が目の前で賀来賢人扮する牧宏が消えたのに平然と言い放った、うん、で麻生久美子演じる越前さんもようやく原ちゃんの言ってることを信じたし、あんだけね消えたり出たりするわけですからやっとかえっていう話ですけどね。でも越前さんちょっと原ちゃんをもてあそびすぎ、かわいそうですけどね、うん、でもやりたくなる気持ちもわからんでもないですねでとにかく、はい、漫画のキャラクターが現実世界にやってきたことをみんなが受け入れつつあると、うん、で牧宏もね、うん、なんかついに出てこれたじゃないですか。ああああ、で悪魔さんと恋に落ちそうな感じにもなり、うん、ってなると一回アックンも出てきて犬にビビらされただけでしょ、ね、あのアックンももう一回出してあげてほしいような気もするし、うん、笑いおじさんなんか漫画の中では笑ってるだけですから、うん、ちょっと喋れる姿をね出てきてもうてやってくれてもええかなと、うんうん、そして笑いおじさんが現実世界でどんな騒動を起こしてくれるのか、はい、でまあなんといっても雪姉はね過去に一度来たことがあるみたいなことも言ってるし、言ってましたね、うん、まあこれからどんどんと漫画の世界のキャラクターが乗り込んでくると、はい、ただみんながみんな現実世界のことは知らないんで誰彼ともなく質問ばっかりしてくる状況っていうのはこれはちょっと鬱陶しい、邪魔くさいですよね越前さんが漫画の世界にいろんなものを書いてあげたら質問しなくて済むんじゃないですかね、うんうん、そのあたり越前さんにはぜひ気づいてほしいというか、はい、でまあそれにしても原ちゃんの越前さんに対する一途な恋っていうのがまあこれまた新鮮というかね、そうですね、うん、ただまさかね中古とキスまで越前さんから原ちゃんがしてもらうことになるとはびっくりしました ね、まあ確かにね、自分で書いてるキャラクター越前さんが原ちゃんが好きっていうのはこれまた当たり前といえば当たり前の話で、まあ好きなように書けるわけですからね、そういう意味では原ちゃんの存在を受け入れることができた越前さんというのは今まさに最高にハッピーな状態、はい、うん、そしてストーリーで何と言ってもびっくりしたのは死ぬって何でしょうか、世界からいなくなるということ。まあこんなやりとりがあったんで、三石健演じる玉田工場長が死ぬっていうのはなんとなく予想はできたんだけど、はい、それにしてもあっけない死に方。びっくりしましたね。ただまあ死んでしまったことよりね、うん、あれを漫画の中に次入れたらええやんという原ちゃんの考え、それを受け入れる越前さん、むちゃくちゃですよね。もうそうなったら何でもありじゃないですか。例えばその越前さんのことをずっと嫌ってるというか嫌がらせしてくるパートの長沼さんをじゃないですか、うん、あれを漫画の中に入れてしまって、うん、雪姉に逆にいじめ返させることもできるわけでしょ、ただそれがね現実世界に反映されるわけでも決してなくてね、はい、例えば公式サイトによると、はい、漫画の世界でタマちゃんとして復活したあのタマダ工場長ね、はい、姿形はそっくりだけどタマちゃんにはタマダとしての記憶はないとのこと。なるほどね、でついでに今度の第6話のあらすじ、はい、ついに原ちゃんのことが好きだと告白した越前さんだが、突如かまぼこ工場の工場長代理を押し付けられ、再び不満が最高潮に。久々に溜まったストレスを漫画にぶつけようとする越前さんは、なんとなく原ちゃんを描きにくく、雪姉を主役に漫画を描く。おざなりにされた原ちゃんはショックを隠しきれない。また、たまちゃんに出番を奪われた笑いおじさんも怒りを爆発させ、漫画世界は乱闘にも似た大喧嘩となる。そんな中、清美が越前さんの元へ、牧宏に会わせて、と頼みに来る。夜のかまぼこ工場で原ちゃんと牧宏を呼び出すと、清美は牧宏と越前さんは原ちゃんとそれぞれにデートへ向かう。そしてそのデート中、原ちゃんは突然結婚しましょう越前さんと切り出すが、またとんでもない展開になりますね。さてさて、そんな泣くな原ちゃんには今回もまたあの方からメールが、はい、静かな港町で起こる何とも言えないほのぼのした感じがだんだん癖になってきた今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。泣くな原ちゃん第5話、ドラマの主人公たちがようやく現実世界と漫画の世界のつながりを受け入れ始めましたね。異なる世界に住むものをちょっと好きになってしまったというところがこのドラマの重要な要素だと思います。住む世界が違うものを好きになってしまう映画といえば1991年に公開されたシザーハンズを思い出します。ティム・バートン監督とジョニー・デップのコンビによる SF ファンタジーの名作です。おそらくこの作品がジョニー・デップの存在を日本で初めて知らしめた作品だと思います。夏休みの公開でしたが興行的にはガラガラでしたね。当時日本で無名のジョニー・デップが演じるエドワードは両手がハサミで顔は白塗り、服装は黒のレザースーツです。そんな主人公が宣伝ポスターだったわけですから、お客が集まらないのも無理はありません。私自身一体どんな映画なのか全く予測がつきませんでした。しかし見てみると作品としては素晴らしい出来栄えで、新たな SF ファンタジーの名作が誕生したという実感を受けたのです。
人間世界のヒロインを演じたウィノナライダーが両手がハサミのエドワードを少しずつ好きになってしまうところや、異なる世界から来た変な登場人物が静かな街に馴染んでいくところなど、なんとなく泣くな原ちゃんの世界観に似たところを感じてしまいます。シザーハンズでは結局住む世界の違いを実感させられた主人公のエドワードが自分の世界に閉じこもり静かに生き続けていくという終わり方でした。泣くな原ちゃんもいよいよ後半に入ります。漫画の世界に住む原ちゃんがどのような形で現実世界とのけじめをつけていくのか楽しみにしたいと思います。ということで、とにもかくにも泣くな原ちゃん、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、